出しなよ、シマム。そうだよ、ウズキが元気ないとミオが騒ぐよ。そうそう、私騒いじゃんって、なんでやねん。でも私、みんなよりお姉さんなのに一番ダメでしたし。ちょっとくらいミスしたって気にしないでいいって。私たちだってちゃんとカバーするし。そうだよ、気にしすぎるなんてうずきらしくないよ。私たちに言ってくれたように、うずきらしく元気出しなよ。お待たせしました、アベナナ特製ウサミン印のミルクティーです。あら、うずきちゃんどうかしたんですか？絞られてさ、ちょっとした振りとかもすごく細かく指摘されたんだ。なるほどなるほど。私自信はあったんですよ。たくさん頑張ってレッスンしましたし、本当なんです。このアベナナ、長年いろんな人を見てきましたけど、うずきちゃんはとっても頑張り屋さんですよね。長年、うずきちゃん、頑張らなきゃって気持ちが大きいのはとってもいいことだと思います。ナナもアイドルとしてもっと頑張りたいですし。ナナちゃん、でもどんなに気持ちが大きくなって、たとえ空回ったとしても、何を頑張るのかってことは忘れちゃいけませんよ。何を頑張るのかですか？おー、ウサミンなかなかいいこと言うね。なんていうか、人生の重みがあるよ。17歳とは思えないくらい。そうですよね。私
や、ウサミもシマムーと同い年やないかい。そうでした。あははは。ナナ、何者？ウサギも大丈夫かな？上がる2人もこう言ってることだし、頑張ろうね。はい、りんちゃん、みおちゃん。
ちも力をもらったくらい。そうですか。しえりちゃんもみほちゃんも楽しんでくれましたか。私すごく緊張していたけど、うさきちゃんと一緒にステージに立ったとき、うさきちゃんがとってもいい笑顔だったから、なんだか安心して踊れました。うん、うずきちゃんがステージを楽しんでるのすっごく伝わってきましたよ。シマムーの笑顔の力は本当に素晴らしいね。うんうん。ならよかったです。ちなみにプロデューサーさんはいかがでしたか。本当ですか。ありがとうございます。島村あずきやりました。ブイブイブイ。うまくいってよかったね。和んでいる場合じゃないぞ、シブリン。このアイドルフェス、次の出番はシブリンだよ。シブリンもシマムーバリのエンジェルスマイルを見せてよね。おお、分かったよ。ルズキに続けるよ。頑張るから。リンちゃん、次も笑顔で楽しんでいきましょう。ミオ、シブリン。はいはい、アイドルの星は分かったから。スタンバイ、行くよ。ちょっとシブリー、最後まで言わせてよ。